皆さんご機嫌いかがでしょうか。大和物語の第118弾です。今日はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは、肝因の肝、肝弱の肝という漢字を崩したものです。次は印」という漢字を崩したものです。読み方は、可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。 次は、ん。これは、い。次は、ん。次は、の。これは、おいてという漢字を崩したもので、おと読みます。次は、ほんという漢字を崩したもので、ほと読みます。次は、い。これは、き。次は、さんという漢字を崩したもので、みと読みます。 それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。簡易の多い君。簡易の多い君の歌となります。次は、ここからです。拡大して読んでいきましょう。まず、これは、無。次は、可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。次は、し。これは、よ。 次は、り。これは、おです。次は、二文字続けて、もふと書いてあります。次は、古いという漢字を崩したもので、こと読みます。次は、踊り字。次は、ろ。これは、はちという漢字を崩したもので、はと読みます。次は、あべさんのあという漢字を崩したもので、あと読みます。 次は、り。これは、そ。次は、う。次は、さんという漢字を崩したもので、みと読みます。次は、の。これは、ものという漢字を崩したもので、はと読みます。次は、ま。これは、の。次は、ま。これは、さ。次は、こ。 これは、はちという漢字を崩したもので、はと読みます。次は、か。これは、す。次は、も。これは、志という漢字を崩したもので、しと読みます。次は、ら。これは、れんという漢字を崩したもので、れと読みます。次は、す。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。 昔より思う心はありそ海の浜の政子は数も知られず昔からあなたを思う心は波の荒い磯辺の砂の数が数えきれないように全く計り知れないものでございますよとなります。 今日はここまでです。それでは皆さんまたお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。